はい、どうもおもでございます。ミッシングパーツ第2話赤い亀を続き返っていきたいと思います。ゆいちゃんを送り届けるんだよね。どうすればいいんだっけ。なんかビジネスパークの向こうとか言ってたよね。東亜自宅自宅だと大丈夫なやつですかこれ。自宅、あくそ行きたくなってしまう。セーブ印いっか。ゆいちゃんと一緒に、あれ忘れ物ですか。いやもうちょっと気がお持ちなさい君は。うん、ちょっと待ってて。よかったら上がっていく。はーい、よかったら上がってくかい。ゆいちゃん玄関で待ってもらって手帳を上着のポケットに突っ込む。やっぱり酔ってたんだな今朝は。あ、本当に来てよかった感じこれ。あ、なんだ自宅に連れ込むのかと思ったのに。柏木亭ってどこだ。あー柏木亭か。とりあえず東通り行くか。最初に会った通りを、辺りを通り過ぎる。ゆいちゃんはそこがさっきの場所だとさすがに気づいてるらしく、ちょっと照れくさそうだ。そういえばゆいちゃんはお使いか何かで来てたの。はい、働いてるところの先輩とかに頼まれて、お買い物に。じゃあ早く帰らなきゃいけないんじゃないの。働いているというには年が若い。せいぜい7個くらいだろう。アルバイトか何か。多分そんな感じです。多分。え、なんか大丈夫かな。もしかして探偵事務所とかじゃないよね。宇津木って名前の人とかのとこじゃないよな。なんだろう、多分って。受け答えまでたどたどしい子だ。どういう会社なの。プロダクションです。芸能プロダクション。闇の匂いしかしない暗闇しか見えないぞ。へえ、珍しいところでバイトしてるんだね。バイトじゃないんじゃない。芸能プロダクションでバイトってテレビ局の AD みたいなもんだろうか。ちょっと AD っぽさめちゃくちゃあるけどね。よくわからないけど忙しそうだ。それじゃあ急いで戻らないとね。かわいい。そうなんです。えっと舌を出して照れ笑いを浮かべる。そそっかしい手のめげないたちらしい。いや、かわいいよ。最後まで面倒見させてくださいよ。天狗橋だよね。もう寄り道せずに行った方がいいよね。サイバリア行っても仕方ないしな。天狗橋。あ、八瀬川だ。よかった。さすがに天狗橋まで来ると目的地が近いと分かるらしく、ゆいちゃんははしゃいだ声を上げ飛び跳ねた。はあ、もう帰れないかと思った。実際こういう人っているもんね。方向音痴極めてる人。大げさにため息を吐くゆいちゃんを見て思わず吹き出してしまった。あ、我が身さん笑った。ひどい。ごめん、あんまり嬉しそうだったからつい。嬉しいですよ。だってこれでおやつの時間に間に合うように帰れるんですよ。幸せのハードルが低いな。そりゃよかったね。込み上げてくる笑いを必死にこらえながら笑顔だけを作る。はい、わーい、真神さんのおかげだ。元気よく手を振りながら歩いていく。俺は忍び笑いを漏らしながらその後ろからついていった。え、でビジネスパークだよね。警察署に送り届けてもいいんだけどね。ビジネスパークに差し掛かるとゆいちゃんはキョロキョロあたりを見回し始めた。あ、わかった、わかりました、わがみさん。もう大丈夫？はい、もうすぐそこです。もうすぐそこまで来ないとわからないのか。なんとか迷わず帰れるあたりまでたどり着いたようだ。ありがとうございます。おかげで助かりました。この間、どんな会話してたのかな、この二人は。いや、どうせ休憩中だから。それと、荷物忘れないようにね。あ、そうでした。そうだ。荷物を返すとゆいちゃんは何やら中に手を突っ込んでゴソゴソと漁る。なんだ。はい、これお礼です。粉々のうまい棒とかじゃないよね。差し出されたのはクッキーだった。小さな箱に入った一口サイズのものだ。え、いいの？だってこんなにお世話になったし、これくらいしかできないですけど。いや、ありがとう、もらっとくよ。ありがたくクッキーを受け取る。ガシャ。今何かやたら細かい音がしたような。もしかして落とした時に砕け散ってる。だがゆいちゃんはその不穏な音には気づかなかったようだ。
黙ってよ。それがいいよ。それじゃあいろいろありがとうございました。うん、気をつけてね。はーい、真神さんもお仕事頑張ってください。ゆいちゃんは手を振りながら元気よく走り去っていった。荷物の重さでちょっとキョロキョロ、いやちょっとヨロヨロしている。そんな重たいの？大丈夫か。おい、よろめくって米俵クラスだよ。少なくとも見送っている間は転ばなかった。胸を撫で下ろしながら引き上げることにした。おっと、歩き出した途端に電話が鳴った。取り出してみるとナルミさんである。珍しくもう起きたらしい。はい、まあ、そんな不穏そうな顔で電話出るの？ナルミさんからの電話本当に嫌そうじゃん。雑用くん、暇？たまには名乗ってほしい。しかも朝にしては元気の良さそうな声である。あたり嫌な予感がする。たまには名乗ってほしいって携帯でしょ、公衆電話じゃないんだから。間の悪いことに本当に暇だしな。出かけていて忙しいという。まあ嘘じゃないからね。まあ暇なんですけどね。暇ですよ、残念ながら。嘘なんかつくと後でバレた時が恐ろしいので素直に答えた。なんなのその残念ながらってのは。どうせまた面倒な用事なんでしょう。そんなことないわよ、とっても有意義なことよ。本当ですか？本当だってば。いいから来なさい。あ、ちょ、もしもし、なるみさん？切れてる。虚しく発信音だけを響かせる電話をため息とともに切った。行くしかなさそうだ。店の前まで来るとちゃんと開いている気配がする。うっすらと明かりも見えた。こんにちは。店の中へ入り込むと奥からなるみさんがふらりと出てきた。あらららら、早かったわね、京介。なんか急ぎのようだったみたいですから。そうなのよ、ヘルちゃんが大変でね。猫かよ。え、ヘルシングに何かあったのか。すげえ名前だな、相変わらず。それなら強引に呼びつけたかも、強引に呼びつけたわけもわかる。どうしたんです？どこにいるんですか、ヘルシングは。ヘルちゃんね、あの中。はい？バカでかい壺の中から猫の声がした。ナルミさん、もしかして大変って出られないみたいなの？確かに大変ですね。でかい壺はいろいろなアンティークが積んであるスペースの一番奥にある。一番手前にあるものを全部どけなければ救出はできないということだ。迷惑な猫だぜ。うん、だからね、気をつけ。店の中全部掃除して。だってあんなところに入り込んじゃうなんて配置が悪いんだと思うのよ。おめえだろうよ。そりゃまあ元に戻しただけじゃまた潜り込みかねませんけど。でしょ、だから掃除して入れないように適当に置き換えて。俺一人で。下僕一号はジジイの言いつけで留守なの。鉄平のことか、それは。じゃあ俺は二号なんだな。なんだここは、どの時代だ。下僕1号2号って。それじゃあお願いね。なるみさんは中世ヨーロッパかよ。早起きしたから疲れちゃった。自分の店でしょうが。そうよ、だから綺麗にしてね。俺今日は夜中から仕事があるんですけど。ってなるみさん、おやすみ。ひらひらと手を振ってさっさと引っ込んでしまう。この人はコナンだったら死んでるまであるからね。なるみさん、やりゃいいんでしょう。やりゃコナンの世界だったらこんな理由でも十分殺すからね。こっちは一応借金だってある身だ。逃げ出すわけにもいかない。とりあえずヘルを助け出すか。上着を脱いでシャツの袖をまくる。順番に物をどかしていき、なんとか壺まで到達した。傾けてやれば勝手に出るかな。ヘル、ほら出てこい。あー、ヘル可愛いな。壺を傾けるとひょいっとヘルシングが飛び出してきた。腹でも減っているのだろう。そのまま奥へ走り去っていく。この際猫の手は役に立たないからいいけど。さて、しかしいざ掃除を始めると猫の手でいいから助けてほしくなった。要するにヘルシングは時々顔を出すあたりの近くに壺があるのがいけないだろうという考えまでは正しかったと思う。なるべく離れた場所へ移そうとしたところ、結局店中を片付けて回る羽目になった。はあ、
ヘルシングも焦ったやろな、そんな深い壺の中に入ってしまって。なんとか配置をやり直して片付いた頃には昼を過ぎていた。見た目はほとんど変わっていないというか、壺が1個移動しただけというのがちょっと悲しい。あ、なんだ、誰だ。あ、扉の音がした。外から入ってきたのは全く見覚えのない男性だった。あんまり珍しいので一瞬客だという発想が頭に浮かばなかった。誰だ。あ、いらっしゃいませ。慌てて言うと客の男性は軽く会釈して薄暗い店の中を見回す。よくこんな覗き窓もない扉を堂々と入ってきたね君。目が悪いらしく指先で眼鏡を押し上げながらガラスケースの方を見つめていた。こんな薄暗い最も視力はいい方の俺でもこの店の照明は暗くて見にくいんだけど。何か探してるのかな。こんな店で接客なんかしたことないけど、無言でそばに突っ立ってるのも感じ悪いよな。何かお探しですか。あ、カメオ。おう、カメオ。カメオ？カメオってあのブローチとかによくある白いやつのことだよな。あー、じゃあ最初にあの第2話赤いカメオっていうやつに出てきたブローチみたいなやつがカメオか。おぼろげに形は思い出せるが、それがこの店の在庫にあるのかどうかまでは知らなかった。ありませんか。少々お待ちください。ここは店主に聞くしかない。寝起きだと機嫌悪そうだけど。ああ、間違えた。あいにく在庫がないんです。おお、ナルミさん。呼びに行こうとするより早くナルミさんはすぐ後ろに立っていた。内心飛び上がりそうになったが平静を装う。どうやら声を聞きつけるか何かして出てきてくれたらしい。そうですか、カメオ在庫切れってあるんだねカメオは置いてないならわかるけど、在庫切れってことは普段はあるってことなのか。ご希望なら取り寄せることもできますけど。いえ、そこまでは。お邪魔しました。ペコリと頭を下げて客は出て行った。それを見送りなるみさんは肩をすくめる。なるみさん、カメオって結構高いですよね。まあ君には高いんじゃない。俺が欲しいんじゃないですよ。さっきのお客さん、俺より若そうだったのに、そんな高価なもの探してるんだなって思って。カメオって高いんだ。わがままな彼女でもいるんじゃない。そういうことかな。最近は10代くらいのやつらでもやたら金持ちだったりするもんな。そうなの。結構綺麗になったわね。なるみさんは店内を見回して機嫌良さそうな声を出す。苦労した会は一応あったらしい。お腹すいたでしょ。休憩行ってきていいわよ。おごってくれや。はい、なるみさんは。ヘルちゃんと食べるからいい。キャットフード食べるの。明るいの嫌いとは言わずにヘルシングと一緒にと言ったことは実は結構心配してたのかな。だったら水いらずで食べてもらうか。じゃあ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。あ、また自由行動か。あ、店を出てしまってから気がついた。休憩に行けってことは、食事が済んだら戻ってこいって意味なんだろうけど。素直に行ってきますとか言う前にまだ用事あるんですかぐらい聞けよ。俺もなんかこき使われるのに慣れてきてる気がするな。いや、もう十分な奴隷だと思いますよあなたは。あー、東公園柏木邸に顔出すのもありだけどな。どこに何食べようかな。サイバリア行く。セクンドムってなんだっけ。行ってみるか。ここかよ東公園。そうだな、自宅で自炊が一番安くつくのは俺が一番よく知ってんだけど。まあ東場東通りか。あー、これといって食べたいものが思いつかないな。スピリットはバーだよね確か。そうだな、サイファリア行くか安定の。やっぱりこっかな。何度も痛い目に遭っているが、味も値段も一番手軽だからつい来てしまう。どうしようかな。中入ろうよ。迷った末に、結局店に入ってしまう。案の定嬉しそうに七子が飛んできた。付き合えよもう。はーい、見習いが来た。何が嬉しいんだお前。諏訪さんが来てるよ。一緒に食べなよ。ランチでいいよね。諏訪さんが？驚いている隙に七子はとっとと言ってしまった。やあ、真上くん。おー、諏訪さん。こんにちは。お昼休みですか？
ああ、自主的に。一言多いな。それは俗にサボりというのでは。リサさんも苦労するよな。はい、お待たせ。さすがにセットメニューは来るのが早い。ナナコは持ってきたトレイを俺の前に置いて諏訪さんに話しかける。諏訪さん、ドリンクおかわりどうですか？こないだ入った新製品とか。新製品？あの、やめた方が。ナナコは勧めるんだからどうせろくなものじゃないに違いない。諏訪さんにまでろくでもない接客してんのこいつ。店長、抹茶セーキ一つ。あ、でも悪くないんじゃない？え、止める止めないのよ、選択の余地すらない。こいつ諏訪さんにもこの調子だったか。病気でしょ。これはもはや。取ってきてあげますから、見習いと遊んでやってください。ああ、俺は子供か。おい、当然ナナコが人の話など聞いているわけもなく抹茶セーキを取りに行ってしまう。諏訪さんは複雑な顔で固まっていた。まずくはないですよ。もう飲んだのか君は。3回くらい飲まされました。この一月の間にナナコがたまたま抹茶正気な気分だったからという理由で。おお、なんかド M しか集まらなさそうだなこの店。ちなみに自分から頼んだことはない。君よくそれでここに来る気になるな。諏訪さんこそ。そうだよ、あんたに言われたくないよ。いや、平日は平和だし。もしかして今日が平日じゃないの忘れてました？忙しいとね、時々曜日の感覚がなくなるんだ。本気で忘れていたらしい。多分ナナコみたいなやつは苦手だろうとは思ったけど。いや、もう大体の人類苦手だよ。だけど君は随分気に入られてるんだな。は？ナナコにですか？私は時々顔を合わせてもあんな風に自分から寄ってきてくれたりしないよ。店の外でも遊んだりするからかもしれません。ああ、プライベートでも友達なのか。まあだとすると、てっぺんもなんだろうな。本当になんで俺たち分かってんのに来ちゃうんだろう。はい、諏訪さん。抹茶セーキを持ってナナコが戻ってくる。諏訪さんはその衝撃的な緑色にかなり退いているようだった。いや、抹茶っつってんだから緑でしょ。なんていうか、そのまんまの色だな。抹茶ですからね。思ったより面白くない味なんですよ。何もかもに失礼だな。せめてまずくないって言え。ああ、本当だ。飲めるな。恐る恐る口をつけて、ほっとしたように諏訪さんは口をした。でしょ？気合入ってない味なんだ。気合が入ってる味ってどんなんだろうな。ドリンクは気合入れてどうする？コーヒーサイダーとかかな。気合ね。駅前の喫茶店にものすごい味のミックスジュースがあるけどな。え、どこどこ？教えて。喜ぶなよお前。そりゃいいけど、駅の向こう側のコンビニの横だよ。ありがとう、諏訪さんいい人だね。今度からサービスするよ。結構です。顔、途端に諏訪さんの顔が見事に引きつった。いや、引きつったを超えてるよ。絶望だよこれは。ああ、そろそろ仕事に戻らないと。逃げるように席を立ち去っていく。というか逃げたな。懸命だけど忙しい人だね。まあね。リサさんには感謝されそうだなこいつ。諏訪さん、休日には二度と来ないかもしれないけど、曜日について敏感になるだろうね。諏訪さんのおかげで俺の昼飯は比較的平和に終わった。お前いつもどんな家中で食ってんの飯。これで平和なの。じゃあ戻りますか。東和東通りに行って、サイバーリアじゃない、東公園からのセクンドムと。なるみさんの店に戻ると、ちょうど店から誰かが出てきたところだった。珍しく客の多い日だ。すれ違った客は随分慌てた様子で小走りに去っていってしまう。ん？なんだろう、慌ただしい客だな。ただいま。おかえり。やけに機嫌がいい。何か売れたんだろうか。なるみさん、今の人。ほら京介、これが本物のカメオよ。俺が何か尋ねる前に、なるみさんは手にしていたものを差し出した。反射的に受け取ってみる。女性の横顔が彫刻された独特の白。
俺が想像していたもので間違いなかったようだ。あれ、さっきは店にないって言ってたじゃないですか。今売りに来たの。ああ、それがさっき出ていた人ですか。うん、見た。なんだかやけに慌てて出ていったみたいですけど。そりゃ焦ったでしょうよ。何やったんです、ナミさん。失礼ね、あっちが悪いのよ。よく見てみなさい。え？俺は手にした亀をしげしげと眺めた。考えるまでもなく、ナルミさんの言う意味は分かった。なんか、穴が開いてますね。それ、宝石がはまってた後よ。宝石が？じゃあこれ、欠陥品ですか？亀よって結構でかいのかな？商売道具としては、それで正しいんじゃない？商売道具？わけが分からず、亀よからナルミさんに視線を移す。ナルミさんはいたずらを思いついた子供のような目でをして笑っていた。何か隠してるな、これは。古物商にはね、いくつか言い伝わっている品があるのよ。まあ一種の階段みたいに。階段ですか？なんだか今日はやたらそういう話に縁のある日だ。そう、その一つが赤い呪いの亀よってやつ。呪いの亀よ。亀よにはまってる宝石が突然赤く変色するんだって。持ってると死を招くとか言われてんの。それがこれなんですか？ほう、曰く月ってやつだ。売りに来た親父はそう言ってたけど。そんな物騒なもの気軽に渡さないでください。慌てて返そうとすると、なるみさんは受け取らず代わりに布を投げてよこした。こういう話好きだよ俺。返す前に指紋拭いといて、綺麗にね。最初からそのつもりで渡したでしょう。脅かすつもりで手渡したのかと思ったが、どうやら主な目的はこっちらしい。仕方ないので念入りに拭いて返す。でも変色するっていう宝石がないんじゃ本物かどうかわからないんじゃないですか。だから商売になるんじゃない。それはだんだんどういう意味なのか分かってきた。宝石のない亀を呪いの亀をだと言って持ってくるということは、さっきの人もしかして詐欺師ですか。へえ、結構鋭いわね。つまんないの。当たりだったらしい。早々に当てられて、なるみさんは少し不満そうだった。なんでわかったの。宝石がない状態が商売道具として正しいって言ったでしょ。ないのが正しいなら、カメオが本当の呪いの品である必要がないということだ。偽物でいいなら、それは詐欺ということになる。そしてさっきの客は呪いのカメオだと言って売りに来たという。宝石がないのにそう言い切ったということは、騙されているか本人が騙そうとしているしかない。どうしてあいつが騙そうとしている側だと思ったわけ。慌ててたからですよ。正直に呪われていると言ったなら、買ってくれればほっとしてそうなもんだ。手放したいだけなら呪われているなどと言わずに売ればいいのだ。だがあの客は呪われていると言った上に、安堵するでもなく慌てて店を出て行った。なるほどね。ただどうやって騙そうとしたのかまでは分かりませんけど。つまんない方法よ。まずこうやって宝石のない亀を用意するでしょ。なるみさんは綺麗に拭いた亀を指さして詐欺の方法を説明してくれた。それ持ってって、これは呪われてるんだ、気味悪いから半値でもいいから引き取ってくれって言うの。はあ、なるほど。半値でもいいとまで言われたら本気で呪われているかもしれないと思うかもな。しかもこっちが本当に半値以下の値段つけてもあっさり売ってくれるわけ。そりゃ信憑性ありますね。でしょ、店主としてはこれは本当にあの噂の呪いの亀を噛もうと思う。ええ、でも宝石がない。だから宝石はどこだって聞くわけよ。当然すると危険だから寄せっていうわけ。そうか。でも横の出た店主はいいから見せてくれと言ってしまう。そう、そこで詐欺師は、じゃあはめ込んで持ってきますって亀を回収して帰っちゃうわけよ。そのまま二度と来ないわけですか。確かに単純な詐欺ですね。大抵は亀を渡すとき代金取り戻すんだけど、たまにうっかり忘れちゃうのがいてね。いくら待っても亀も男も戻ってこないという時点になって、ようやく詐欺に気づくわけだ。ただその詐欺師だという男が持ち込んだ亀はしっかりここにあるんだが、その亀がここにあるってことは詐欺師言いまかしたんですか。宝石がないと鑑定できないって言っただけよ。しれっとした顔で成美さんは答えた。さっきの客も色が変わる呪いの亀だと騒いだらしい。そしていくらでもいいから引き取ってくれと言った。
うちでは引き取れませんって言ったら大慌てでね。まさかいきなり断られるとは思わなかったのだろう。男はどうしても引き取ってくれ、一刻も早く売りたいのだと懇願したそうだ。それ本当に呪われてんじゃないの？そのケースしかなくない？もう宝石は落とした時に外れてしまったんじゃないかと思うって。危険だから外したじゃなくて、とにかく売るのに必死だったみたい。宝石も探してくるからって。それでじゃあ取ってこいって追い出したわけですか？そう、亀を受け取るのも忘れて飛んで帰っちゃった。ずいぶん間抜けた詐欺師である。それともよっぽど成美さんの剣幕は怖かったのか。でも成美さん、それじゃあの男怒鳴り込んできませんかね。本当に詐欺師だとしたら商売道具を忘れたままにしておくだろうか。あ、だから本当に売りたかったんじゃないの？来るんじゃない？いいわよ、熱意に負けたことにして引き取るって言ってあげるから。どうせ半値どころかただ当然ででしょ。面白かったからコーヒー代くらいは出してあげてもいいかな。数百円じゃん。詐欺師が気の毒になってきた。だけどそんな気味の悪い話は本気にして断る店もありそうですけどね。何言ってんの、いわくつきってのは古物商にとってはブランドなのよ、一種の。あー、まあでもそうかもしんないね。そういうもんですか。それに呪いのカメオについてはアレクサンドライトなんじゃないかって噂もあるしね。アレクサンドライト？それって宝石の名前ですよね。名前くらいは聞いた覚えがあるが、どんな石かまでは知らなかった。変色性があって自然光では暗緑色とか、ブルーがかったものもあるんだけど、伝統光では赤色化するの。高いんですか？貴重な石だからかなり。人工物もあるんだけどね。アレキサンドライトは高いイメージがあるな。本物だったら結構な価値があるんですね。それなら思わず欲が出てしまう店主がいるというのもうなずける。人工だったとしても何らかの方法で偶然変色する宝石を作り出したってことでしょ。そうか、呪われてるなんて噂になるんだから、わざと作ったものじゃないんだ。だからもしそれを手に入れて方法を解明すれば一財産ってわけ。どっちにしろ儲かる可能性が高いわけですね。しかも呪いの亀尾の噂って結構古いのに未だに絶えないからどっかにあるのよ。なるほど。また階段かと思ったら意外と生臭い話だったわけだ。だから探してきて。はい？どういう脈絡で出てきたセリフなのか一瞬理解できなかった。呪いの亀尾ですか？そうよ。探してどうするんですか？解明して儲けるんですか？そんなもったいないことしないわよ。一つしかないから貴重なのに。ただ単に欲しいんですね。だって見てみたくない？悪女も悪女だな。本当に縁起の悪い品だったらどうするんですか？大丈夫、私運いいから。本当に運良さそうだもんな。どうやら本気だし、探せというのも本気だし、運がいいから平気だというのも本気だ。これマスターのあの怖い話に繋がってくんのかな、この話は。そんなの俺が一人探し回って見つかるわけが。バカね、もう一人に客のこと覚えてないの？もう一人、昼食の前にやってきた青年の方だ。カメオはないかと尋ねてきた。同じ日にカメオを探す客とカメオ詐欺の男が来るなんてどうしだと思う？この辺りに呪いのカメオがあるって噂が出たから。青年の方の客は明らかに店頭に並んでいる品を探していた。カメオなら宝石屋に行った方が早いのにだ。つまり彼は古物商にあるカメオを探していたことになる。例えばいわくつきのカメオとか。そしてカメオ詐欺の男、詐欺を働くにしたってある程度この辺りなら引っかかりそうだという見当くらいつけそうだ。彼らの行動の根拠がもしこの辺りで呪いのカメオが出たという噂だったとしたら。当たりよ名探偵くん、頑張ってね。はい。なし崩しに探すことが決定している。まあ今夜のマスターの依頼以外は暇だからいいけど。それに実のところ俺自身も本当にそんなカメオがあるなら見てみたかった。お前にとっての時間の価値はどうなってんだよ。とはいえどこを探せばいいんだか。もう奴隷と根っからの奴隷だなこいつ。この辺りで古物商なんてこの店以外俺は知らないんだけど。いや、いる、一人だけ。ただし隠居しているが。話し終わると成美さんは今日は客が多くて疲れたと言って引っ込んでしまった。多いったって二人なんだけど。
エネルギーが足りなさすぎるな、ナルミさんは。これからどうしようかな。まあ柏木邸だよね。京香さんの言いつけ通り今から休んでおくか、それとももう少し外で調査するか。まあ歩きながら考えよう。休みたくなったら家に戻ればいいや。まあ柏木邸だよね、行くとしたら。まあ今日はこんなもんで終わっておきますか。また次回柏木邸から行こうかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね。